最近はね、カフ太郎とまた一緒にお出かけをしましてですね。その日の目的が、2人が行きたかったカフェにね、行くのがメインで、カフェにも無事行けて満足な私たちだったんですけど、そこからの遊び方がもう情報量が多くてですね、まず恒例のカラオケで2時間熱唱次に展覧会、なんか展示会みたいなのが開催されて、ちょっとそこにちょっと足を運んで、次にカフ太郎の好きなビーズ屋さんでビーズを買ってですね、そして私が家具を見たくて家具屋に行き、次に場所を移動して猫カフェに入り、猫と戯れ、そして私とカフ太郎は100円ショップを見るとですね、勝手に吸い込まれる習性があるので100均を2軒はしごするっていう。でそして近くにアニメイトがあったので、ね、ほぼ初アニメイトだったんでね、ノリで入り、その後ゲームセンターに行って太鼓の達人をしたりとか、まあ、ゲーム機を網羅した後にですね、お洋服屋さんに行ってお洋服を吟味して、最後に締めにですね、ドンキに入って、珍味コーナーで珍味を吟味するっていう珍味を吟味して解散するっていうね、かなり濃い一日を太郎と過ごしましたね。もうみんな大忙しで、いやすごいね、そうなんだよ、大忙し、 朝から一緒にいてね、そう夕方までね、ずっとそう、もうめっちゃね、情報量多いでしょ